せーの、じゃん。現れたね。今日は月見飲みするんで、はい、大量にお酒も買ってきたので、うん、これ飲んでいきたいと思います。なんかいいじゃん、そのレモンサワーとか。秋っぽくていいよね。なんか秋始まりましたって感じじゃない？今日はまず初めに何を飲むかと言いますと、大石がずっとやりたかったこのマックのコーラの中にウイスキーを入れてコークハイにするという。確かにマックのこのジュースしかいつもなら入ってない紙コップなのに、なんかお酒を飲んでるっていうのがいいなと思ってやってみたかったんです。そういうことですか。はい、嬉しい。乾杯。お酒です。イエイ。濃い。大石がチーズ月見です。なるわ。じゃあすき焼き月見を食べます。やばー、見捨てるやな、これ超美味しそう。食べたい。すき焼き感そんなない。うん、よかった。言われんかったらほんまに分からんですけど。分からん。うん、マックの中で好きなメニューベスト3、ハンバーガーに限らず。第3位ポテト。S? M? L? L よりの M? ないないない。ラッキー M? ラッキー M? あるね、確かに。なんか、うん、本当に M? みたいな。うん、そう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 。ちょっとなんか店員さんちょっと機嫌良かったからみたいな。うん、あ第2位、うん、チキンナゲット。あー、間違いないね。ソースはマスタード、うん、これはバーベキューソースで育ったんだけど。マジ、うん、そういう家系。うん、うん、確認にあって、うん、一つ酒は飲んでも飲まれるな。いや、確認にあった。うん、あった。すごいね、酒豪の家系やな。うん、一つ、うん、人に感謝して生きろ。急にまっとう。一つソースはバーベキュー。何のことかわからん。じゃあ第1位。1位はベーコンレタスバーガーです。あ、そうなん、うん、だけどバーガーの中でもそれが1位ってこと。うん、へえ。1位だ、ね、いつから？小3の冬。めっちゃ具体的。何があったん？気になる。小3の冬に。小3の冬にベーコンレタスバーガーと出会って、うん、大人の味を知ったか。知ったね。なんかこの長靴型よく見るよね。かわいい。だからこうよ。わかる。足湯。あ、めっちゃわかる。足湯って言うけど、俺は足湯状態。足湯食いって言ってるけど聞いたことないよ。マックを愛するマッカーはもう、うん、それのことを、うん、足湯食いっていう。マジ本当？うん、この足だけ潜る。せめてもの抵抗で無糖。マック、マックを目の前にしたら無力よ、そいつは。マジ？だからこれを飲んだら、うん、今日の食事すべて無糖になるってことじゃない？胃の中でね。うん。で、無糖ってことはゼロカロリーってことだよね。うん。あ、もっと。危ない危ない。よかったね。よかった。危ね。今胃の中でもカロリーが全てゼロになった。私も飲んどくわ。うん、飲んどき。はい、ゼロ。おー、よかったね。大石の地元でさえマックあるわ。ないよ、かわいそう。マックカフェがある。びっくりドンキある。ある。あんの？びっくりドンキあるんですか？あります。おぼかたやめろ。おぼかたよ。こぼかた。いや、じゃあおぼかたって言ってよ。こぼかたなわけね。おぼかたよ。おぼかたって言ったよ、俺今。初めて聞いた、あの人のこと。こぼかたって。おぼかたって言った。こぼかた。スタップ細胞は早っ。食い気味。逆に怪しい。怪しい。スタップ細胞はまでしか言ってないんだから。そんな食い気味で。スタップさえ、あ、早いな。スタップまでぐらいしか言ってないぞ。絶対ないやん。ないよ。こんなに食い気味で言うってことは。月見パイを食べてる。え、いいやん。初なんでしょ。初月見パイ。食べたことある。うまい。うん。うん。うん。
確かに 2,3 個買う理由はわかる、うん、いけるんやね。ももが腫れとるあれ太ももが赤い赤すぎだろ。マックポテトぐらい赤い赤い、こんぐらい赤いお互いお互い赤すぎ。もしか、うん、一番陽キャだと思うゲームやる。ああいう、あれは、うん、やった方がいい。陽キャになれる。じゃあやろう。歌歌え歌歌え歌歌え。中島みゆき。ツバメよ。早い早い。歌歌え歌歌え歌。歌え。アイコ。アイコ様。高速の方じゃないです。あ、じゃない。じゃ違う。出してたっけと思って。シングル。シングル。出してないよ。そりゃ。フィーチャリングヒロヒトとか。固めの高速。三宅で固めの。歌歌え歌歌え歌。歌え。ミワ。張り詰めた海の違う、ミワ、凍える違う金髪やめて金髪やめてその MIWA のミワなんよ、うん、MIWA のミワ、美しいに輪っかの輪のミワやろ。うん、ミワさんやろ。そっちか、うん、髪長い方だ。ああ、髪、いや、そこが誤解を招いてる。アキヒロの髪は長い。髪長い方だ、わかった。髪の色は金黒。そっちね。背は何センチ。175。150小さいのが可愛い。あ、そうか。若林と仲いい方ね。野球のドラフト。どう？ドラフトの話といえば、野球のドラフト。カープに山田くんが来てほしい。うん、山田くんね、うん。あの座布団持ってくる。違う。山田くん一枚持って。じゃないです。じゃない。一枚持ってくるのじゃない。一球投じる方。一球投じる方。そう、うん、甲子園で、うん、ナンバーワン投手、うん、で4番打者、うん、キャプテン、うん、もう熱闘甲子園の主役だよね。でもう TikTok では探せろ探せろ俺だらけ、うん、どうなるっていう、その状況でどうするかって、うん、山田君は天狗にならず、うん、誠実さと礼儀正しさを持ってすごい対応してくれてるじゃん、うんうん、確かにそれはすごい、うん、俺だったら、なんかブランド立ち上げる。時計の。砂時計。原点。立ち返る。うん。甲子園の砂。それはいい。甲子園の砂時計。砂時計。砂時計。サウナ以外で見ん。飛びすぎじゃない。いい餃子といえば宇都宮。宇都宮といえば栃木。栃木といえば水戸黄門。それは茨城。いえ。成功。ねえ、あ、どういうこと？失敗やん。成功。飲め。成功です。クソ飲めよ。オフィスから始まる？イエーイ。古今東西？イエーイ。ジャケットといえば瞳を閉じて？瞳を閉じてといえば。ブー！むずい。向いてない。向いてないかな。他？今さっきからやっと違和感を感じたんよ。この人やっぱちょっとひらめきが遅いっていうか。タイムラグがあるなって、うん、